豊田信用金庫の理事長黒田でございます。私ども信用金庫の障害係はですね、ドアツードアで地域のお客様を訪問しております。まあ、そうした中でこのファイルメーカー、そして iPad を活用して大変に役に立っております。もともとハンディ端末も一応昨日現在のお客様の取引情報が見れるようにはなってたんですが、ファイルメーカーを導入することによって格段に見やすくなってます。どこをどうやって回るっていう時に地図が出てパッと分かるっていうことが一番評判が良かったっていう感触です。今まで訪問予定ですとか前日に宿泊してやっておったんですけども、適切に作ることができるようになりまして、残業時間の削減ですとか効率よい活動にためになっております。今使わせていただいている地図ですと住宅地図になっておりますので、もうその人のお宅ダイレクトにですね見ることができるので、迷うことなく伺うことができるようになりました。そうですね、最初からマップを使うって話で出てたので、でもせっかくファイルメーカー使うんだったらマップ出すだけじゃなくて順番とか行く時間帯とかをパッと見で分かるようにしたっていうのが一番喜ばれたところだと思います。やはり今回信用金庫さんなので、お客様のデータを iPad の中に残したくなかったんですね。でその時にファイルメーカープラットフォームがあればサーバーにデータが全て入ってますので、もしも落としてしまってもデータがない状態になるので、セキュリティ面が安心であると。お客様からご質問があった今の残高ですとか為替株価といった情報を本部にいちいち確認してからお伝えするのではなくて、 iPad を利用してすぐに情報をお伝えできるようになったことが一番便利だなと思います。今までパンフレットなどをすべてカバンに入れて持ち運びしてたんですが、それがすべて端末の中に入ってますのでカバンが軽くなったことが一番嬉しいなと思います。すぐにお客様の情報を調べすることができるので、調べてみたら来週が誕生日だったとかそういったことがあって、あ、お誕生日なんですねっていうお話からまた別の話に移ったりとかして、こう話の緩衝材みたいな形になるのが一番便利かなと思いました。もともと私どもの金融機関っていうのは地域密着で頑張っていこうっていう金融機関です。 iPadファイルメーカーを導入することによりまして、一件でも多くのお客様のところへ回れるようになるっていうことと、一件ずつのお客様に対してより深くお話ができるようになっていっていると思いますし、これからもっとそれができるようになっていくと思います。私どもは現在店舗数が38店舗ございます。その中でファイルメーカーを数百台導入させていただきました。他に先駆けての導入ですから他行さんとの差別化が図れると、それが大きなメリットじゃないかなと、そんなふうには感じております。